アントニオ・フォンタネージアントニオ・フォンタネージはイタリアの画家。1876年に日本で開校した後部大学校の親とい外国人教師で日本人に洋画を指導した。イタリア北部のレッジオ・エミリアに生まれる私立の美術学校で古典的な風景画を学び舞台背景や壁画装飾を手掛ける。1848年のイタリア独立戦争にも従軍したが、 ガリバルディの解放軍の敗北によって、スイスのルガノへと逃れ、1850年からは、ジュネーブに移り、アトリエを開設する。戦後にはスイスをはじめとして、ヨーロッパ各地を放浪し、風景画で生計を立てながら、孤独とロマンティズムを身につけていったことが、後の叙情的な作風につながっていった。1855年には、フランスのパリに赴き、バルビゾン派の影響を受ける。 また、オーギュストラ・ビィエラ・リオン派の画家とも交流を深め、ロマン主義的な作風が完成した。フィレンツェで印象主義を学び、1869年には、トリノの王立アルベルティナ美術学校で風景画教師を務める。58歳の時芸術を含めヨーロッパの近代文明の導入を図っていた、大上官政府に、親とい外国人として招かれ、後部大学校の画学教師になる。 だが、西南戦争後の政府が財政難に陥ったため、フォンタネージは思うような指導ができないと見切りをつけ、まだ病により体調が悪化したために1878年9月に帰国した。帰国後は再びアルベルティナ美術学校教師を務め、1882年にトリノで死去。法部美術学校の送別写真、フォンタネージの真後ろが小山翔太郎、その向かって、 右が、松岡樹フォンタネージの在日期間は短かったが、本格的な美術教育を行い、その力量は高く評価されていた。指導を受けた、当時の在学者には、浅井ただし、五世田吉松、小山正太郎、松岡樹、山本放水など、後に、明治期の洋画界で活躍した人物が、多数いた。女性も入学でき、ニコライ堂の遺恨で知られる。 山下林も在学者であった、フォントネージの帰国に失望した、科学家生の多数が退学し、11回を設立した。また、アーネストフェノロサやオカクラ像などの活動により、西洋美術より日本美術への関心が高まったため、後部美術学校もやがて廃校になり、洋画家にとっては苦難の時代を迎えた。ありがとうございます。